サビオ・ボルトリーニ・ピメンテウは、ブラジル出身の元同国代表のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。フラメンゴのユース出身で、あとトップチームに昇格、ジーコの後継者とも言われた。その後スペインへ渡り、1997年から所属したレアル・マドリードでは、在籍後シーズンの間に UEFA、チャンピオンズリーグを3度制覇した。 代表には1994年にデビューするとアトランタ五輪に臨む五輪代表にもエースとして参加。予選や親善試合ではロナウドとツートップを組み U-22 チームト突となる27得点を挙げる。本大会ではオーバーエイジでベベットが加入後もスタメンとして出場。しかし、 初戦の日本戦に敗れると次戦からロナウドにスタメンを奪われ、ロナウドが大会で5得点を挙げたのに対し、ほとんどの試合で途中出場のサビオは、無得点で大会を終えた。2007から08シーズンは、スペインリーガエスパニョーラ、レバンテ UD に所属していたが、2008年1月、契約を解除された。2008年2月8日に、ブラジルに戻り、 デスポルチーバカピシャーバと契約したが、その年の夏には、キプロスのアノルトシス・ファマグスタに加入した。アノルトシスはその年の UEFA チャンピオンズリーグの本戦に出場した。ありがとうございます。